有馬よりのりは、筑後久留米藩の、第九代藩主。久留米藩有馬家十代。完成9年6月22日、久留米藩着し有馬来忠氏の長男として生まれる。雷水は、雷隆氏の生死だったが創生したため、よりのりが、祖父、雷隆氏から生死に指名され、文化7年には、14位した、自重、和佐助に、女位、任官された。 文化9年に祖父が死去したため家督を継ぎ、現場頭に選任される。しかし、財政難のため、就任早々の幕府による関東河川の手伝い武神で領民に臨時税1192巻を課したり、文化13年には経費を3割縮減した、緊縮財政や家中からの米権能を命じたりして、財政改革に取り組んだ。一方で、月仙、水かもめといった語を持ち、 自らの趣味に没頭した。文政2年から、久留米城内に柳原お高場を作り始め、さらに農学を何度も開くなどして、財政をさらに悪化させた。このため、文政6年には、江戸からの帰国中に、旅費不足に陥り、急遽国元の王将や中から御千両を送金させる、事態に陥る。翌文政7年から、 役所整理などの経費節減による財政改革を開始したが、同年から文政11年まで毎年洪水、または不作に見舞われるという不運も重なった。しかも、こうした中で文政8年に柳原の庭園が完成した際には柳原八景史家を編纂させている。文政10年からは御用金を取り立て、文政11年には上米の増額と、 万事三カ年の省略を命ずるなどしたが、借金はさらに膨れ上がり、天保二年には、人別銀17,446両を徴収した。こうした過酷な取り立てをきっかけに、天保三年からは、亀尾組による国中を巻き込む一揆が起こる、ありさまだったが、同年には城内に焼き物用を開き、柳原焼きと称して、写し物の製作をさせるなど、 趣味への出費が減ることはなかった。天保2年に左少将に選任される。晩年の天保9年には大洪水で大被害を受けたにもかかわらず、諸国巡検士の接待に1万両を費やし、さらなる財政悪化のために家臣へ増上米を命じた。翌天保10年8月には江戸城塞の丸の不信を命じられ、10月にはとうとう、東東 柳原高場を取り壊した。天保15年4月3日に、江戸で死去した。去年48、あと4男の頼長が継いだ。参考文献、篠原昭一編長、久留米人物誌久留米人物誌刊光会、昭和56年。ありがとうございます。